はい、こんにちは。今日は平組または一軒組です。すでに少しできているのをご覧いただきましょう。よいしょ、こんな感じです。はい、では早速組んでいきます。今日は11本のループを使っています。まずこの一番左側のループが操作ループになります。これが次々と渡って右へ行きます。はい、その時にまず次のループは上を、そしてその次のループは下を通ります。2回やったところで1回締めましょう。続いて今これが操作ループですので、次のループの上を、次のループの下を通って締めます。上を通って下を通って締めます。この黄色いのが操作ループです。これが続いて上を通り下を通って締めます。最後の2本の上下を通り通った後、今内側へクロスしています。こうすることでここがつながり、2枚のものが1枚になります。そういう感じです。でこうした後しっかりまた締めてください。これでワンサイクルです。もう一度やります。あ、今度やる前にちょっと足糸の色を確かめて、今の操作で糸の順番が来る、ループの並び順番が狂っていないか確かめてから次の操作いきましょう。はい、これ今度は一番左のこれが操作ループになります。次の上下、上下、締める、上下、締める、上を通って下を通って締める、上を通って下を通って最後に半回転しておきます。でワンサイクルです。ここでまたしっかり締めます。これの繰り返しですね。もう一度順番を確かめまして、今ここで確かめておいた方がいいようです。あとはもう、はい、これが操作ループです。上下締めます。この操作ループが、おっと順番が狂った、上下を越えていきます。上下です。操作ループはこれですから上下となります。でこれがこう来て、こう来て、半回転という具合です。確かめます。順番は狂ってないか確かめて、今度は緑ですね。上
をとっと。上、下、上、下、上、下、半回転。もう一度締めます。はい。その時、ワンサイクルごとに組み目を確認した方がいいですね。やり直すとしたら少しのやり直しで済みますからはい、こういう感じです。もう一回やっておきましょうか上下2回ごとに締めるぐらいがいいと思います。細かく締めた方が綺麗ですね。と寄ってみましょうか。よ、こんな感じです。アップで、アップはどうするんだっけ？反対だ。こうですね。はい、今日はここまでです。